はい、こんにちは、てっちゃんのジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。最近ね、ここテレビでね、年金受給者の方のインタビューとかね、特集を組んでるっていうのを結構見ます。でね、これ歌手の吉幾三さんなんかも言ってますけどね、年金がね、国民年金だったらなんぼ月何、まあ3万とか5万とか4万とか、それにね、物価を上げる、増税をする、一生懸命ね、若い時から働いてきて、そしてやっとね、年齢がそれなりにいってね、今から楽できるかゆっくりできるかで、ゆっくりなんかできないんですよ。で、一部のね、その国なんかはね、そのお年寄りはお金をいっぱい貯め込んでる、だからその貯め込んでるお金に税金とかいろんなものをかけて取ろうなんていう発想を持ってる。データ上見たらね、確かに年配の人がね、ある程度持ってるとすると、だけどそれってね、一部の人なんですよ。一部の人の大金持ちがいてなってるだけで、一般庶民の人のその貯蓄とかね、月々の年金の生活とか、介護保険が行ったりね、家賃を払う人もいる、水道光熱費は上がる、そんな中でね、長生き、人生100年とか100年生きたらどんな苦しみを味わわなくちゃいけないのかと。僕ね、やっぱね、それがね、ちょっとね、この国はね、自民党がやった政治はね、で、給料も上がんなかったでしょ。長生きをしたら地獄が待ってる、そんな国になってしまったんじゃないかと。昔はね、企業でも企業年金とかね、あった。で、年金は減らします、もらえる、かける、ね、年数は伸ばします、もらえるのは何歳から、高齢者の定義は変えますとかね。もうね、ちょっとね、びっくりするっていうかね、ちょっとひどすぎるなって思いますね。ひどすぎるっていうかね、これほどね、で、若い人はね、その奨学金もらって返し続けなければいけない、で、少子化だから若い人の労力でね、年寄りをこう支えなくちゃいけないって言っといて、その年寄りからもお金取るわけでしょ。で、僕ね、そういうことを考えた時に、今のね、年金もらってる人に例えば5万ずつ増やす、それって不可能なんですか。消費税を下げて生活をさせる、それ不可能なんですか。不可能なのになんで何十兆円とかね、ばらまくの。これね、やっぱり岸田さんがやったことは、もう一回ね、見直すというか、出した金はもう出さないようにする、そして、困ってる人たちにもうね、これがね、僕はね、それは確かに若い時頑張ってね、貯金した人としてない人の違いはあるかもしれないけども、そのある一定のラインまではね、国の責任だと思いますね、政治。うん、だから僕はね、この年金のこのニュースとかね、テレビとか見るたびにね、すごくね、こんなにね、年取ってね、若い時頑張って苦労してね、年齢いってこんだけしかもらえないのか、それにまた
税金を加算しようとする、生活するのに、なんていうかな、もうね、ありえない。死ぬまで働けというのかと。体がヨボヨボなのか、体を壊そうか、仕事せって言うのかと。外国の人たちのね、いろんなね、補助をした。補助しろよって、本当に、年金もらってる人の。もうありえないですよね。僕ね、岸田さん大嫌いでね、やめてくれて嬉しいんだけど、自民党にしたら一緒ですよ。これはね、ちょっとね、考えたらね、もうね、痛々しいしね、他人事ではない。